はい、ハッピートベちゃん TV、 すごいお腹のおっさんです。はい、すき家さんのテイクアウトシリーズです。はい、本日は広島風お好み焼き牛丼、これね、期間限定なんで買ってきました。そしてこっち、おろし牛丼ライトですね。ライト、なんだこれって、ライトと思って買って帰ってきたら、なんだこれ、なんか牛丼と、なんかお豆腐入ってましたお豆腐、そしてなんかこのサラダを入れて食べるそうです。とりあえずお豆腐、なんだこれ、水が入ってますよ、なんだこれ、すごいな。ちょっとこれ永遠の話と言われそうに開けてきてもらいます。なんかすごいな、豆腐の汁だかなんだかわかんないけど、そこに豆腐を入れてきてもらって、で、こっちの牛丼ですね、先にあれだな、これだな、豚汁ですね。生卵、いや生卵か、卵ですね、これ卵どこかなんだこれ。野菜も開けて、おろし、ポンってんだ、しゃれてんな、で、こっちにはかつお節か、かつお節をかけて、よいしょ、はい、はい、じゃあ持ってきてもらいました、これです。で、これ何かければいいの？おろしって何？おろしってどれだ？どうやってかけたらいいんだこれ？説明がねえからわかんねえな。え、おろしではない、ライト、牛丼ライト、牛丼ライトなの？おろしではないんだ、ただの、ごめんなさい、普通の牛丼のライトだそうです。で、これをここにかければいいの？これをかけて、はい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 、で、箸を開けても、よいしょ、で、こうなりました。かけませんの？これ、この上のかけたの？豆腐、豆腐バラバラにするの？これよくわかんない。まあいいや、ちょっと崩してみよう。わかんない、よし、じゃあライト、よし、牛丼乗せて、おおおお、で、これをかけるんですかね、これをかけるの、多分、まあいいね、かけちゃいました、かけちゃいました。よく食べ方分かってないですか。この卵は何だ、ここにかけるのかな、よいしょ、かけちゃいました、手がベタベタになっちゃいましたね。わかりませんけど、ライト美味しいのかな。じゃあまずは先にこっちのライトも食べる前に、そうですね、じゃあこれから試食したいと思います。いきます。まあ豚汁ちょっといっぱい飲むか。うん、うまい、うん、あ、そうだ、その前になんか紅生姜、豚汁には七味だよね、やっぱりね、うん、よいしょ、よし、どっちだ、お好みよく見えるの、こっち入れとこうか、よし、よいしょ、さあ、じゃあまずライトの方、野菜ですね、うん、なんか変な感じ、これはいいです。はい、次にこの焼きそば風魚、どうなってんだこれ。あ、ご飯が乗ってますね。で、焼きそばにお好み焼き
広島風なんだかよくわかんないけど、まあいただきます。あ、キムチが入ってるな、これ。うん。へぇ。うん。うん、うん、不思議な味だこれ。それではすき家さんの、広島風お好み焼きと牛丼ライトの感想をすごいお腹のおっさん的に言わせていただきます。はい、この牛丼ですね、お好み焼き広島風牛丼ですね。はい、これはね、まあキムチの味が非常にインパクトが強かったです。その中にね、良かったのはね、まず良かったことから、キャベツのね、2センチ角のなんかみじん切りみたいなやつだ、ちっちゃくあったら、それがねすごいシャキシャキ感でね、これ美味しかったですね、すごく良かったです。ただね、牛丼お好み焼きって言いながら、牛丼がね、肉がね3切れってなかったんですよ。これがちょっと非常に残念でした。これでね、あとね、お好み焼きと焼きそばが入ってたんですけども、これがねやっぱりね、キムチの味に負けちゃって、まあ焼きそばの味はします、お好み焼きの味はします、だけどそこはねすごく残念だったですね。これでね、何をが口の中で混ざってるっていうのがねはっきり分かんなくて、まあすごいお腹のおっさんにはお好み焼きはお好み焼きで食べたい、焼きそばは焼きそばで食べたいっていう感じが正直な感想でした。でも全く美味しくないとかそういうことじゃなくて、まあ変わった味で初めてにしては良かったと思います。でね、この器ですね、器がね長方形の器で、ちょっとね、ご飯が片方に寄ってるんで、持ちづらいっていうか、バランス的にはちょっとねちょっと残念だったかなと思います。すごいお腹のおっさん、お好み焼きでご飯も食べれます。すごいお腹のおっさん、たこ焼きでご飯も食べれます。
それでですね、次のね、この牛丼ライトの方ですか、これ初めて食べました。お豆腐とね、サラダっていうか、まあ、キャベツがメインなんですけど、そこにタレをかけて、で食べ方間違えちゃいました。牛丼ライトのに卵を入れちゃったんですけど、本来お好み焼きの方に卵を入れなかったいけなかったんですけど、まあここは愛嬌っていうことで許してください。でね、牛丼ライトですね、これはっきり言ってね、まあ糖尿の方っていうあれだけど、まあ、 ダイエットしてとかあまりね、女性なんかはねすごくいいと思います。すごいお腹のおっさん食べるからすごいバッチリですね、お肉とキャベツとお豆腐相性合いました。あとはですね、すごいお腹すいてきて、これおろしポン酢牛丼だと合うのかなーって印象がありました。またね、それは別でちょっと一回牛丼ライトおろしポン酢をちょっと食べてみたいと思うんですけど、ただね、最後にね、水っぽく残っちゃうんですよ。まあ、タレをかけすぎたせいもあるかもしれないんですけども、これがね、表とかでね食べる方とかね、まあゴミの処理をしなきゃいけない人はちょっと大変かな。まあね、おつゆを全部飲んでもいいんですけども、やっぱりね、ちょっと最後しょっぱいんでね、やっぱり喉乾いたりしたりね、塩分が濃くなって気にしちゃう人はね、そこはちょっと難点かなっていうことは感想的には思いました。ただ両方ともすごい中野さん初めて食べましたけど、美味しかったというふうにコメントできます。でね、本日も皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。またハッピードベちゃん TV をよろしくお願いします。今後もすき家さんを上げていきたいと思います。